オジブワ族のウィグワム。重ねた布で覆うウィグワムは、アメリカインディアン部族の伝統的なドーム型の住居。オジブワ族のウィグワムと、平原部族式の TP。ミクマク族のウィグワムアメリカインディアンのうち、北東部から古代古周辺の部族が伝統住居としたもの。テントと違って、中にかまどを切り、火を使うことができる。その構造は、 曲げた丈夫な木の枝を柱に樹皮や布を重ねて乗せ入り口にむしろをかけて住居としたものである。組み立てが勘弁で東部森林地帯のインディアンは移動生活をしながら先々でこれを建てていた。普段は TP を使って移動狩猟生活を行ってきた平原の部族は秋になるとビグワムの集落を用意し冬の村として春の来るのを待った。 五大湖地方から白人によって南西部に追いやられたキカプー族には現在もこの住居で暮らす者が多い。多くの部族では月経小屋として所長を迎えた女子や月経の際には小型のウィングワムが作られ、ここで月経の終わるのを待つな表しだった。オジブワ族やアパッチ族など現在も儀式の際の重要な場所として、 ティピーと並んでこれを活用し続けている部族は多い。アパッチ族のウィキアップウィグワムはアメリカ南西部ではと呼ばれる。ありがとうございます。